さて、ちょっとだけ中から毒剣やった。何だ貴様らは。おっと、ここ触るじゃ面倒だ。南に妖魔が何部隊かおるようじゃな。刺激戦よ、あまり近づくな。 どうじゃ、ゴエモン。お宝は見つかったか。いや、忘れたな。金の匂いは一つ。お宝の匂いは金。あっちの砦が匂うぜ。くれぐれも騒ぎを起こすなよ。 妖魔が寄ってくると厄介じゃからな。素晴らしい金庫活躍。その勢いで前進せよ。いやっ、 ここに何かがあったようだぜ。どこかに運び出されたっちゅうことは、隠す場所を変えるってことよ。相当な値打ちも間違いねえ。狙う宝を運ぶとしても、あの砦だな。人間がこんなところにあいつらを助けてきたのか。 これ、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 これ
ここでよかった。なんだ、あなたたちが助けてくれたのね、ありがとう。おい、やべよ、あいつに逃げられちまってるぞ。 困ったな、ここにはまだリュウトさんが捕まってるのに。乗りかかった船で天下の義賊ゴエモン様が手を貸す。一緒に行ってくれるの、ありがとう。美人の危機は見過ごせんじゃろ。行ってみるか。南の方に連れて行かれたことは確かなの。 あの砦を探してみよう。よっしゃ。おいおいおい。
にしても、なんだってあんなところに捕まってたんだ。悟空を見つけた。って思ったんだけどね。悟空に捕まっちゃったの。復活した清盛は強大になっとった。それで悟空も強なっとるのかもな。 お宝は見つからず。なんちゅう大軍じゃ。
騙されたね。お師匠様。なんでどうやってあの術を。こうなりゃ仕方ねえ。一回捕まえてやる。 今からでももう一回お宝を言おう。そんなこと言うとるバイか。悟空倒してとっとと逃げるんじゃ。お師匠様、もう一回捕まってもらうぜ。ダメだよ、今日こそ一緒に天界に帰るの。お宝の恨みは深いぜ。 お前をぶん殴らにゃ気が済まねえ。さあ捕まえた。天界に帰るよ悟空。お師匠様、その三人はお供かい。思い出さねえか、俺たちが旅した。うん、あの旅は楽しかったよね。あの時は悟空も隙あり。 一緒に来てくれてありがとう。まああんたのためってわけじゃないみたいだけど、美人に頼まれちゃ断るわけにはいかんじゃろ。結局お宝は見つからずだよ。こうやってると悟空たちと天竺に向かった時のことを思い出しちゃうな。ははあ、わしが悟空で五右衛門が俺様が超悪かいかよ。じゃありょうとうがサゴジョウくん。なんで俺が納得いかないっての。 いやー、勝ててよかったよ。